どうも皆さん、一流デュエルリンクスラジオパーソナリティのリュウです。さあ本日なんですが、皆さん大好きなリミットレギュレーションとか規制、スキル修正の発表ってあるじゃないですか。あのね、規制言っている人はいっぱいいるんですよ。俺はね、思ったんですよ。そろそろこんだけリミットレギュレーションあるんですけど、解除していいカードもいっぱいあるんじゃねえかっていうね。今日はですね、リミット解除して差し上げのカード、こちらをですね、私独断と偏見によりちょっと話していきたいなというふうに思ってます。もうね、規制かけるばっかりで、規制する一方で解除がないんですよ。あ、ちなみにデュエルリンクスね、もうついに禁止カードっていうのがね、ついに発表になったんですが、最近ね、解除していいカードを忘れている。早速やっていきましょう。ちょっとね、ざーっと見たんですけど、まずですね、これですね、悪魔の偵察者、もういいでしょ。もういいだろ、こいつもいいだろ。これリミットかけておく必要あるか。これかつてですね、昔ね、デッキ牌がなんかすげえ結構強いとされていた時期があって、その時になんか環境デッキの規制をなんかそう強めるので、デッキ牌の方のギミックもちょっと弱めますよみたいな、まあ、そういう意味合いでかけられたカードなんですよ。この環境下でさ、この悪魔の偵察者のこうリバースとかいう効果を使いながらデッキ上がりするデッキとかないよね、あんまりね、多分。で、しかもこれドローさせるんでね、結構魔法カード以外手が加わっちゃうんでね、まあ、相手にとってはアドっちゃアドなんですけど、さすがにね、もうね、こいつは大丈夫だと思うよ。デッキ上がり、もはやなんかそのアドみたいな概念もあるし、墓地効果使ってなんか妖刀落ちたらなんか除外してシンクロとかできるしね。だからさすがにもうね、この人はね、いよいよこのなんかリミット2に指定されている意味がわかんないので、まあ、釈放して差し上げろっていう話ですね。それからね、ドンパだね。ドンパ。クイガダンもいいと思う、俺正直。クイガダンもいいと思う。その毎回毎回やっぱビート弾けるわけでもねえし、まあ、一応もちろんビートドンパダイナみたいなの強いけど、環境的にもう今パワーがもうこういうレベルじゃなくなってきてるので、まあ、ドンパ君ぐらい解除してあげて、やっとその環境デッキとも渡り合えるぐらいの、パワーに落ち着くんじゃないかなってちょっと思ってるんだよね。ダイナの効果って意外と結構その墓地以外でも強いので、まあ、これが解除しすぎるとなんかちょっとやばいこと起きそうな気がするけど、ドンパくらいだったらいいんじゃないかなっていう、このぐらいのなんかその除去だったら許してあげても全然いいと思うし、あと罠強いから今。デモンズチェーンとか、底なしカナディアとか、まあ、いろいろあるじゃん、インカセザとか。だから結構強い罠いっぱいあるんで、なんかね、そんなにね、困んないんじゃないかな。一応局所入れられるけどね。リミットに抜けるとね、局所ビートドンパダイナみたいなことはできるとは思うんだけど、まあそれやったところでそんな強いかって話よ。もちろん局所が強いから強いっていう理論は分かる、局所が強いから強いっていう理論は分かるんだけど、ドンパくらい俺許してもいいと思うな。なんか別にそんなに活躍できるわけじゃなさそう、環境で。まあ一応ある程度そこそこまあいいねみたいなデッキぐらいなんじゃない、落ち着くとしたら。だってこれ規制されたのは多分2017年とかだよ。今これ2020年ですよ、2020年。まあ、モンスター効果がね強くなってきてるんで、先行ビーズとかも多分どうでもいいし、まあ、多分ね、なんとかなると思うから、これは釈放して俺はいいと思うわ。で、一応その釈放して差し上げろカードラストなんですけど、ざっと見た感じ、これスターブラスト、これやりすぎじゃない、これやりすぎでしょ、どう考えても。これさ、スキルとスターブラストどっちも修正になってるんですよ。そのスキルをぶっ壊してスターブラストもぶっ壊すっていう、本当意味わかんねえことしてきてるんですよ。これいじめすぎですよね。これこそ本当訴えるぞ、マジで。スキル修正するかカード修正するかどっちかにしろよ、マジで。スターブラストもちろん確かに禁止化した方がいいって俺は言ったけど、あれはスキルが強いからであって、スキル修正したらスターブラストをリミットにかける必要はないと思う、俺は。なんならネタレキ選手権とかですげえ活躍したし、これこのカードだから、まあもちろんネタレキ選手権やったらね、解除しちゃえばリミット解除しちゃえばいいんだけど、そうは言ってもさ、これどっちもはさすがにやりすぎでしょ。これね、ネタデッキ製造マシーンにとってはね、このリミット位置は相当痛いんだよね。まあスキルかカードかどっちかにしようぜっていう提案ですね。まあもちろんこれ解除しなくてもいいから、スキルを戻すか。スキルでもパズルの封印とか
あの池お邪魔どもとかやばいから、あれは修正したまんまでもいいから、スターブラスト返して、スターブラスター龍が悲しんでいます。で、最後ちょっとおまけなんですけど、これ本当にさ、これ本当にあの個人的な意見だよ、これ本当に個人的な意見、これやりすぎじゃないこれこれやりすぎじゃないこれ、これはやりすぎだよ。君たちはさ、加減っていうものを知らないのか、加減というものを。かつてはですね、まあ、打天使の刑っていうね、あのここにもありますけども、あのこれとそれからイシュタムとかだ、これがこれとこれをまああの一緒にぶち込むっていうね、この初動枚数を息減らすっていう、あのそういうね地獄みたいな規制があったんですけど、これも同じでネオスの刑って言われてるんですけど、そのネオスフュージョンですね、ネオスフュージョンとかネオスフュージョンとかネオスフュージョンとリューマドで今までは5枚初動カードを詰めていたんですが、このリミット2にしたことによって、そのなんか5枚がさ2枚になるってさ、いやおかしくないですか。5枚が2枚ですよ、半分以下ってんですよ、初動枚数確率っていくと半分以下、こんなこと許されていいのか。悪いのはなんかネオスじゃないんだよな、これもネオスが悪いっていうかさ、あれさ結局さ因果切断とかさサンダーブレイクとさ、なんかあのあれが強いんじゃん、あのボルカニックが、もうなんかとばっちりなんだけど、これネオスが何しちゃって言うんだよ、いろんなやつと寝ただけじゃねえか。さっき5枚から2枚はやりすぎだよ。これ多分あれだな、打天使の時もみんな言ったんだろうな、打天使の時もやりすぎだよって多分言ってたんだろうな、おそらく。俺改めてちょっと感じたわこれ、俺打天使の時、打天使愛して使っていた人の気持ちすげえ分かったもん。まあ、これはね別に450周してるんで、私は450周したのはちょっと俺の責任なんで、それはマジでちょっとどうでもいいんですけど、ちょっとね、5枚から2枚っていう初動の削り方はやりすぎなんですよね。これもうちょっとうまいことできないのかな、そのカテゴリー内でそのリミット4を設けるみたいなのこととか、なんかできないんかな、いきなりリミットに被せるとか、マジでこれやってることヤクザだよね、これヤクザやと思うわ。だからちょっとね、この辺はただの苦情なんですけど、やりすぎにはご注意してくださいよ、コナミさんっていう話でした。以上でございます。皆さんもね、多分ね、見ていくとね、意外とね、多分ね、あると思うんでね、今俺ザーッと見た感じ、まあこのぐらいだったんですけど、あ、文句があるのは、皆さんもこれもよくねみたいなカードあったらね、ぜひ教えてください。これは多分ね、戻ってくるの相当時間かかるから気長に待つわ。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。